5月1日日曜日の全国の天気をお伝えします。5月スタートは広く傘の出番となりそうです。近畿から北陸、朝から雨が降っているところが多く、北日本にかけて雨の範囲が広がりそうです。各地ざっと強まる雨や雷にご注意ください。関東は昼間にわか雨の可能性があり、夕方以降は本降りの雨となりそうです。九州や中国、四国地方、午前中雲が多い空ですが、昼間だんだんと日差しが届きます。ただにわか雨の可能性がありますのでお気をつけください。雨の降るエリアは日中も少しひんやりと感じられそうです。体調を崩さないように要注意ですね。南西諸島も急な雨に注意が必要です。空読みしっかりと行ってください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。